はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は青春18切符について取り上げていきたいと思います。青春18切符2024年夏冬の発売の発表が今のところ全くされておりません。発売されないのではないかという噂もあります。こちらを検証していきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。はい、では早速本題に入っていきたいと思います。本来青春18切符は、春、夏、冬とまとめて、大体1月から2月頃に発表されることが多くなっております。今年2024年につきましても青春18切符の春のバージョンに関しては、いつも通り1月2月頃に発表がなされております。しかし夏と冬の発表が一切されておりません。この発表がないことから、発売の予告がない、つまり発売されないという、情報噂が出回っております。果たしてこれが正しい情報なのかどうかっていうのをですね、検証していきます。まず青春18切符発売の発表時期は、だいたい毎年1月から2月頃になっております。何月何日っていうところまで過去詳しく調べているわけではないんですけども、1月から2月に通常は発表がなされまして、使える時期はですね3月の下旬から4月と、7月8月9月と、あとは12月1月っていうパターンですね。使える時期はほぼ一緒です。例えば過去のムーンライトながらとかムーンライトエチゴとかのようにですね、だんだんと運転期間がこう短くなっていって最終的には廃止されたなんていう列車も多くありますけれども、運転の日数がどん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 減っていって最終的に発売されなくなったなんていうね、あの列車に関してはそういう過去も結構多くありますが、切符に関してはですね、青春18切符は今のところ期間が短縮されたり、逆に伸びたりっていうのはあんまり要素として、ありませんでした。ただしかしですね、夏と冬これの発表が今本日撮影日2024年4月の23日、火曜日ですけれども、この時点では一切 JR 東日本、西日本、四国、北海道、その他 JR 各社からですね、一切発表が出ておりませんので、不安になっている方もかなり多くいらっしゃるものと思われます。あれ、なんでこんな時間に特急が？あれ？おかしいな。今7時44分の電車、出発してったんですけど、本来その電車より前にあの特急は通過するはずなんですけど、なんだろうな、遅れてる？ちょっと今回は青春18切符の話題なんで、ちょっとダイヤ乱れの話とかですね、そんなに詳しくは話さないですけれども、結論から言いますと、青春18切符夏と冬発売がされるかどうかっていうのは、まだ JR の関係者以外、JR の関係者だとしても、本当に一部の方たちしか分かりません。で、一部のね、あの雑誌とか新聞社がですね、青春18切符夏と冬発表されてないですけど、まさか廃止ですかみたいな、結構直球的な質問を JR にしたようなんですけど、どっちの予定もないですよという、曖昧な回答しか得られてないので、大丈夫です、発売発表されます。あ、これ修学旅行って書いてある、そういうことか。
そうか、修学旅行列車この時間通過していくんですね。これ土浦駅で撮影したらね、修学旅行列車撮れましたけど、まあ過去にあの修学旅行の列車、フレッシュ日立からで運転されてるの遭遇したことあるんで、ぜひそちらもご覧いただければと思います。はい、なんかカメラついてる、これ前面についてる気がする。なんだこれ、トレインシミュレーター用の撮影、そうかわかんないですけど、まあでもなんかカメラついてますね。まあね、発表がされてないからイコールじゃあ廃止になりますよっていうのも今言えないですし、なりませんよっていうのもはっきりと言えないので、まあ、結論としては、分かりませんっていうのが回答になるんですけど、ただですね、まあ、唯一言えるのは、2012年にも同じようなことがありまして、春だけ発表されて夏冬が発表されてなかったんですね。で、今年も多分同じ感じだと思うんですよ。今年何かあったかっていうと、北陸新幹線の延伸開業っていうのが、まあありまして、多分それに伴って第三セクターに変わった区間が結構多くあるんですけど、その区間の扱いを、まあどうするか。要は青い森鉄道とかそういった路線みたいに、通過扱いだったら利用していいですよっていう風にするのか、もう完全にご料金いただかないとダメですよっていう風にするのか、多分そのあたりをですね、検討してる最中なんじゃないかなと。JR だけの話し合いで済む内容ではないので、多分その、関係各社と話し合いを、した上で、決定していくんじゃないかなというふうに、予想をしております。で、2012年に関しては、6月の8日にですね、夏と冬の発表がされました。で、今年も多分6月の、上旬中には6月10日ぐらいまでには発表されると思うんですけど、そこまでに、もしですよ、もし発表がされなかったら、廃止っていう可能性が、残念ながら濃厚になってしまいます。ただ、過去にも青春18切符に関しての動画ですね、私の方で出させていただいてるんですけど、青春18切符で維持できてるローカル線っていうのもかなり数が多いですし、そもそもその切符がないと旅行しないですよっていうアンケート結果が多数ありますので、なかなか廃止にはできないんじゃないかなっていうふうに考えております。まあ、個人的な意見なんですよね。ぜひ過去の青春18切符の動画も、見ていただければと思います。過去の青春18切符の動画は、あれはですね、ある YouTuber の方が青春18切符廃止されるという発言をしたことに対して、いや、そんなことないよっていう結論を出している動画になりますので、廃止されるというふうに私が言ってるというふうに、まあ誤解してるのか、わざとそういうふうに広めてるのか、悪意がある人がそういうふうにやってるのか分かんないですけど、それは異なった事実となりますので、ご注意ください。のでぜひ過去の青春18切符の動画も見ていただければと思います。概要欄にリンク貼っておきますのでよろしくお願いします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。本日も最後までご視聴ご乗車ありがとうございました。この動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録、高評価、コメント、X、インスタ、スレッズフォローよろしくお願いします。月額90円からメンバーシップもやっております。バッジ、アイコンをご利用いただけます。真ん中の列はグリーン車、右端の列はグランクラスの方がご利用いただける特典です。かなり多くの特典をご用意しておりますのでご検討ください。またプレミアムグリーン車は値下げをしております。またここ最近LINE のオープンチャットを始めました。ぜひそちらもご検討ください。メンバー様は限定のオープンチャットもご利用いただけます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
ありがとうございました。Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車はおやすみください。